5.9 の解説始めます。お願いします。A が、対角成分とその隣組の、こう斜め1ってなってて、あと残り全部0っていうような N 次正方行列の、これの N 乗を求めろっていう問題です。で、問題文の下にヒントとしてここから、単位行列を引いたものを B として、そいつの B の N 乗を求めようと書いてあるので、これに沿っていきます。まず B っていうのは A から単位行列引いたやつなんで、こんな形してます。まず、この B の N 乗を求めたいんですが、まあ、じゃあまず B の2乗がどういう形をしているかというと、
が稽古並んで、その隣に1が斜めに入って、あと0また0っていうやつになります。でこれは数学的機能法でちゃんと示せるですが、今回ははしょるので自分でやってください。で B の形状が大体に星がついたので、ここで A の M 乗を求めたいと思います。で A の M 乗は A が A、B 自体が A 引く E ということだったので、以上で 5.9 の解説終わります。ありがとうございました。